ロボットゲームズ、ワタルです。タケルです。はい、今日はいよいよ青鬼 X 青鬼の新シリーズをやっていきたいと思います。青鬼に関してはだいぶ前やってたんで、まあこの怖さを知ってるんですが今回は新シリーズということでまた恐怖がやってきます。なんなんよ。じゃあ早速スタートしてください。ニューゲームです。ヒロシやな。ヒロシ編。じゃあ始める。これめっちゃ怖い。とりあえずイージーモードでいこうか。あ、ノーマルにする。いや、イージー。ヒロシでいいか、とりあえずな。うん、じゃあ渡るからやろうか。はじめは本当に軽い気持ちでした。この後にあんなことが起きるな、起きるだなんて思ってもいなくて、みんなと楽しい思い出が作れればくらいに思っていたのです。あ、懐かしいなこの感じな。動かしよう、動かしたいな。タクロー、大事な話があるって言ってましたが何でしょうか。お、これでみんな揃ったな。実は俺とたけし2人で動画配信始めることにしたんだ。うん。そこで有名配信者になるために心霊映像を撮りに行きたいんだが。タケちゃん好きな心霊。やばい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 。どこかいい肝試しスポット知らないか。ねえねえ、何の話してるの。人生。こいつ新しいキャラ、タクロ。俺たちもついに配信者デビューしようと思ってさ、なんかいいネタないかなって話してたんだ。タクロがホラーものがいいんじゃないかって。ホラーものって人気だもんね。さすがタクロ、センスある。うー、俺ホラーはちょっとタケルちゃんみたいな。タケシは私一個知ってるかも。こいつ怪しいな。やばい。お、なんだ、やばい。誰も降りないのに必ずバスが止まる幽霊停留所ってバス停知ってる。知らねえ。知らない。実はね、そのバス停を降りて北に行くとすっごく長い真っ暗なトンネルがあるんだって。普段は入れないようになってるみたいなんだけど、最近バリケードが誰かに壊されたらしくて、その先には不気味な廃村があって化け物が住んでるとかなんとか。あの山奥にはそんな村があるのか。その廃村ならいい心霊動画が撮れそうだな。よし、今度の休みにみんなでその山に行ってみようぜ。絶対死ぬ。わからん、どうやろな。やばいやばい。千歳も来るよな。うん、もちろん私も行くわ。やば、死ぬ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 ぞ。おい、行かない方がいいな。はい、来ました。いや、オーマイグッネス、やだ、やばい。俺思ってたよりも遠かったな。来てもとやん、もうやばいで。来てもとぞ。本当にこの辺りに村なんてあるのかしら。とりあえず奥まで進んでみようぜ。え、みんな次々行きようで。いや、進む。まだ行ける。あ、行けた行けた行けた。あ、ヒントもあるやん。え、ここ、こっち。あ、はぁ、もうすでに出てきた。キャー、逃げるのやばいんちゃん。やばいやばいやばい。 え、まだ先が見えないですね。怖っ。しばらく歩き続けた後、わぁ、これやトンネルやな。おい、見ろよ。本当にこんな山奥にトンネルがあったぜ。しかも噂通りこのトンネル通れそうね。せっかくもここまで来たんだし入ってみましょうよ。タケが、あ、やばい、喋るんでよかった。あ、ずいぶん長いトンネルだな。出口が見えませんね。ん？ねえ、あれ見て、あれって村？お、プロローグを再生します。これがプロローグだ。やば、あれ普通やん、村やん。村長、おや、客人とは珍しい。どうなさいました。この辺りに肝試しスポットがあると噂で聞いたので撮影に来たんですけど。肝試し、おい、お前聞いたことあるか。ひとつえ、ここで合ってるよな。え、うん、トンネルもあったし間違いなくここだと思う。もしよろしければ今晩なんちゃらかんちゃら。客人なんて珍しいんですかね。村の中に何か心当たりのあるものいるかもしれません。そうします、ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっとタクロが泊まるって言ったってお金とかどうするの？私野宿は嫌だよ。俺も金そんなに持ってきてないぞ。とりあえず泊まれる場所がないか探してみましょうか。お、合流探し探さなか。で村長に喋ってかけてみた。宿屋は西の方に一軒ございますぞっていう。一緒ではなかったけど、こんにちはだけって言いなかった。お、めっちゃあるやん、いっぱいあるわ。話しかけたらわかるんじゃん、どこ。都会の子はやっぱりちゃんとしてるわね。うちの子も私立に行かせた方がよかったかしらって。結構あれやね。白い服やって。あら、お客さん目指してる。どっから来たの？何も喋る。なんもないな。あ、それ怪しいな。そこやな、完全に。いやいや、もしかしてお客さんですか？せっかく来てくださったところ大変申し訳ないんですが、宿の鍵をなくしてしまったようで、お客様に賜むべきじゃないと思うのですが、一緒に探してもらえませんか？探さなきゃいろんなか。あ、いろんなことか。隠れるわ。隠れるの。自販機や自販機。自販機。何もなしか。今日はまず畑の様子を見に行って、家に戻ってそれからここに来たんだ。来たんで、そのどこかにあると思うのですが、畑の様子を見に行ってって、畑や畑。何や。ここの畑じゃないんじゃん。こっちの畑。ああ、そうかもしれない。こっちに畑がある。ああ、あるかもな。まだ東側行ってないから。あ、光っと、それや。こからしてあげる。聞いて。やば。何か落ちている。鍵、宿の鍵を手に入れた。これでしょうか。これっぽいの、早く行っても持って行こうぜ。一体どこで落としたんだろう。困ったな。はい。アイテムから鍵を渡そう。メニュー。アイテム。鍵。使用する。これですか？おっしゃー、正解。もうまさしくこれです。ありがとうございます。ありがとうございます。大変失礼しました。今準備しますので、どうぞお入りください。普通にええやん。あれ？普通に入れたな。なんとこれは。なんとこれは。おめでとうございます。お客様は当宿100人目のお客様となります。本日は皆様無料でご宿泊。怪しいな、これ完全に怪しいやろ。確かに。ラッキー、今日はここに泊まっていこうぜ。そうね、温泉とかあるかな。そんなうまいことあるのか。怪しいやん。タクシー正解ちゃう。ラッキー、日頃の行いがいいとこういうこともあるので。ん、やばいやつや。ほんでもう一回主人に聞いたら話どうしたらいいか分かる。右手の宿帳に記入をお願いいたします。あそこあれ、宿帳がそれ。俺も知ってるやん。この辺に泊まった客たちの交流帳になっているようですね。いや、俺は青田さんだ。自然の中でリラックスできました。また来ます。子供が大きくなったら今度は蛍を見に来ようと思います。押して、どんどん押してる。なかなかいいところのようです。あれ、何か小さく書いてありますね。北の洞窟には近づくな。これだ。これだよ、北の洞窟。なんか怖そうだな。ガタ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 。はい。でも面白そう。行ってみましょう。は？行こうぜ。はい、行こうぜ。あかん。よし、今日は飯食って寝て、明日の朝からこの洞窟に行ってみようぜ。はい。賛成。はい、ちょっとやばいって。うわ、マジか、行きたくないな。やばいって、それやばいって。いや、とりあえず休もうぜ、もう、部屋で。部屋どこ？上やな。上か。え、やばない？それ。それやばない？あ、ここか。あ、ヒロシ。見て、これ、村の入り口にいた男の子がまた何かの宝石みたい。綺麗でしょって。どれやね。どっちか拓郎にあげようと思うんだけど、どっちがいいと思う？
赤い宝石。え、重要な選択です。この選択によってストーリーが分岐します。どっちがいい？は、青い宝石赤やろ。赤か青どっちがいい？赤やろ。赤じゃあ赤。やっぱり赤がいいか。タクロは燃える男だもんね。ありがとう。早速タクロに私に行ってくる。やばい。やばい。夜も更け。うわ、夜やん。なんか、え、動かる？おや？おや。皆さんどこへ行ってしまったんでしょう。ここ行けるか。下行かなかな、とりあえず。てんてんてん。外から鍵がかかっているようです。閉じ込められた？え、なにこれ？なんですか、このガスは。あれ、燃えたんじゃん。よくやったと、ちょっと。これで、サイズが。あ、やっぱ、千歳が怪しかったんやな。ありがとうございます。ありがとうございます。何？親、こんなところで寝てしまっていたとは。それになんだか様子がおかしい。ピカピカ光ってる。あ、光った光った。ほんまや。何か落ちている。赤い宝石や。ミカが拓郎に渡すと言っていた赤い宝石ですね。一応拾っておきましょう。とりあえず、宿を出たあたりを調べてみましょう。うん、俺やりた。うん、ちょっと変わるか。あ、これ、ちょっと。うん。なんか、何か落ちている。メニューのセーブからセーブができます。はい。セーブの説明でした。じゃあセーブして。え？セーブ？これは一体、はい、ちょっとセーブするわ。一体何が起こったのでしょう。村の人々は宿のさっき光っとったのあれセーブの話だっけ。うん、え、どれ、うん、こっち見てます。見てます。宿の先やばない。え、ちょっと待って、これ行けへんや。どうなった？やばないこれ。え、全部燃えたん。まあ行ける方に行くしかないわな。全部燃えたん。え、なんかめっちゃ多いけど。ちょっと待って。あ、出てきた。は？は？は？それはずるない？それはずる。これはどっか移動、隠れるとこない？あ、移動あった。おー、あった。セーフ。え、出た？勝手に出た。うん、どこ行ったんかな。やばない。な、俺の番は。まだ出てきそうやな。え、鳥居や。ずいぶんと古い鳥居ですね。この先に神社が見えます。行ってみましょう。すげえな、こいつ。は、こいつ怖くない。え、じゃあここからタケルちゃん。よし、よかった、竹ちゃんにやってもらえて。これをたどれば、皆さんのところに行けるかもしれませんね。だって、この足跡やって。皆さんは無事なのでしょうか。足跡をたどっていく。あ、ていうか怪しくない？上も再生まで行けるんちゃう？え、戻るの、うん、足跡、足、行けるやん。行けるやん、竹ちゃん。え、竹ちゃん、その端っこすぎんねんって。もっと真ん中を押さない。やばすぎやん。竹ちゃん、使い方忘れたか。竹ちゃん、忘れたよやな。やばい、そんなしとったら、あの、青鬼普通にやられる。やば、竹ちゃんやばいって。その操作方法やったら青鬼にやられるぞ。古びた小さな祠がある。え、だけ？この神社の方行かなの？その、大きい鳥居の方に。そこの中。え、固く閉ざされてるやつ。閉まっとるわ。後ろ、後ろ、後ろ。うん、え、その上、なんか書いてある。ええ、そうそう、見てか、どんどん見てか。なんか、無理か。たくさんの絵馬がかかっている。いろんなお願い事が書いてありますね。おや、この絵馬の裏に何か書いてありますね。祠に赤き供物を捧げろ。あ、赤き供物、宝石や。いけ、祠、で、さっき足跡がたどり着いとったところに。そこそこ、あ、そこでメニュー。いやいや、違う違う、上まで行かん。で、メニュー、アイテム、赤い宝石、使用する。
祠に赤い宝石をお供えした。扉が開いたようだ。やばいぞ、来るぞ。やばい、来る。怖い。変わって。何やねん、ビビっとる。やばい。誰かいませんか？返事はないですね。ここは誰もいないのでしょうか。怖いって。早く行って。あ、なんか。ここで話したらやばいや。死んでしまうかもしれない。閉まった。閉じ込められたようです。やばい。鍵が閉まった。中を探るしかないそうですね。ああ、しかなさそうです。あ、これなんか悪くない？これ。あ、ほんまに紙か、紙が貼ってある。なんか。ここ、なんか。いや、これも怪しいよね。台座のように見えますね。儀式の際にお供えを置くなんかだって、はい、横の神が怪しいな。その大きな石像ですね。何かの儀式に使うのでしょうか。え、あ、神があった。あ、やった、ロッカーある。え、神、その上、何を意味しているのだろうか。白は罰、赤が丸、黒が丸って書いてあるな。やばいこれ。いや、まだ出てこへんやん。出てきたらそこ入ったね。あ、なんか金庫ある。それはこれ青銭や。あ、青銭や。はい、青銭か。もうこの猫、怖いね。え、なにこれ。なんもなしか。それ違う、奥行かなかったじゃん。そこ戻ってきただけ。なんかめっちゃ怖い。なんか、あ、これや。さっきの人形のあれじゃない。青はダメやで、青はダメやで。白い、不思議な人形が並んでいる。 黒が丸やってんな、うん、まだ押してみ。何が、何も出てこい。はい、押してみ。あ、戻るしかないんじゃん。黒の人形と、そう、そこは何もなしか。絶対の人形、その線香は線香、なんか怪しい。押して、何もなさそうやな。戻ろう。怖い。これで急に出てきたらマジで俺死ぬ。え、もうセーブしとこ。あ、セーブしとこ。メニュー。またセーブしたところになるから、なるべくこまめにセーブしとこ。ほんまマジでお父さんやってよね。怖い。まあ、その辺見たから。俺したいって。俺したいって。あ、壺出てきた、壺。壺。何それ。大きな壺がある。中身は真っ黒な炭の粉でいっぱいだよって、ね、よし。その本は特に何もなさそうやな。でも見て、青い本。あ、ほんまやな。それなんか怪しいかな。絶対青にが読んだ方がいい。え、やばない？これ戻ったらやばない？いい、戻らなしゃあないんだって。もう何もないやね。お父さんやって。その壺は、うん、大きな壺は壺の中から火が出ているやって。さっきの人形ちゃん全然出てこへん。ほら、また青どこやで。そう、調べてもう一回。人形が並んでいる。何もアイテム持ってないな。持ってない。黒いやつ触って。何もなしか。もう戻るやん。ねえ、怖い。お父さんやって。お父さんも行く。そんなビビりやねん。何これ、また合わせ。おーおー、ちょっと待って。なんで、どうしたらいい。いきなり出てきないけど、なんで。え、回るのか、そこ。あかん、あかん、これ操作が難しいわ。お父さんじゃ。セルフデータをローで、ヒロシは青鬼に頭から食われてしまった。なんかあんま音もせず出てきた。もう俺下へ来た、マジで。もう、なんで。もうなかったもんな、何にも。これ操作かな。ほら、トイティに入れれるやん。いや、あかん。白いやつあかん。白いやつあかん。他の人はしっかり固定させて。いや、白しか取られへんかったんやって。そうなの。白は置いたらかんで。え、絶対に。あの絵やったやろ。うん。バツと丸ってやつ。バツ。丸。白はバツ。あ、わかったで。何？父さんわかったで。何が？
この中に入れるんや。アイテム、白い人形、使用する。ほら、これをやって。ここで来られても死んでもな。なんなの、上に行ったりさ。キー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 。え、この台座に乗せるってこと？もしかしたらな。立つな、あ、セーフセーフ、立つな、おーい、立つな。ちょあ、だけど今さっき崩壊されたから、セーブします。今さっき爆発したからいけるやん。二人とも立つなよ。いやー、びっくりして立つもん。お父さん全然、あ、見てほら、うん、壊れそう、そう、壊れこっちや。ん、何果てない、そんなの私聞いてない、やだ、話して。この声は、もしかすると近くに皆さんがいるかもしれません。早く見つけ出して村から脱出しましょう。釣り触りとかして、ん？どこなの？わからん。こっち？青。え、これなんか鍵かかったんや。ほら、無理や。今無理や。いいか？赤。こんなとこで来られて困る。これちょっと操作しにくいよな。いや、青におらんよ。光っとるで。赤。そうか。え、大きな石像だ。左に目だけ光ってる。あ、あれじゃん。赤いやつじゃん。あ、ボタンをなんか。うん。火のついた大きな壺がありますね。赤い丸い、石で、やってん。もうない。もう持ってない。だからあれやったやん。だから右目がしっ、え、なんでこれ動かせんの、これ。あ、ここや。もう瞬時に分かるな、さすが歴戦の。何かお供えされている。わら W のわら、渡る。わらたる。え、何、違う方向行けない。進み方がおかしいんやけど。怖いよね、こういうホラーゲーム。怖いよ、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 怖いよ。あ、わらを燃やさなあかんのかな、また。わらを燃やさないといけないということでね、今回は。え、何か入る。黒く、何入れた者たちは、清めの水で、汚れを落とし、黒く汚れた者たちは清めの水で汚れを落とし、神の導きを得た。どういうことや？どういうことや？あ、うっ！これやばいじゃん。青鬼が入っちゃう。ほら、水が溜まってる。え、その後ろに、まあ、いいや。わらをな、この中に入れな。そうやね。あ、ちゃちゃ、ここでわらを使うんかな。ここちゃうで。ここで。これやっぱここちゃん。そう。うん、だってそっち火がついてるの。入れたで。で、燃えさすんよ。壺の中に藁が入っている。燃やさなあかんよ、これでも。燃やさなあかんよ。もうしたか。なんか一瞬なんか。え、ちゃんか、なんか松明があるんかな、この松明取れるんやろか。わらで。ここ関係ないもんな。わらで？わらちゃう。ここのなんか、こう、なんか。何にもないよ。うわぁ！うわぁ！ビビったぁ！わら取るところから。わらは取っとんちゃうかな、ほら。わらはもう取ったで。あ、ほんまに。うまい。こんなんでも逃げられへんよな。どうやって逃げられへん。死んだ回数2回。この中に藁入れるやろ。燃やさなあかんと思う、先に。これなんか使えないよ、ここの藁。使用する、使用する。ここでは使えないよ、やっぱり。ここで使わなきゃないな。わからん。入れたで。
入れたでどうしたらいいこの松とか何もないんやなこれやねん、黒く汚れた者たちは清めの水で汚れを落とし神の導きを得た。なんかさ、ここだけ色違うくない？これ取れるんじゃん、藁が。うわー、なんでなんでやねん、もう。あかんねん、これ操作がな、できへんねんよな。もう一回俺はビビったんや。あかんわ、もうビビンバ。どうやって回避したらええんやろな、あれ。やばいです、回避のしようがないやん。いやできる。いや、どうやって、どこにも隠れるとこないのにさ。あるやん、後ろに。後ろ、こっちの部屋にあるやん。こっちにもあるし、ほら、こっちにもある。だから、あれ、隠れるところ。うわっ、びっくりした。シャシャシャ。ああ、出てきた。戻らない、しゃあないよ、これ。どこにあったけど、そこ、こっち、こっち、そっち。これ、操作ができへん。うぅ、うぅ、危ねぇ。これな、操作がな、ほんましにくいんや、携帯。なんでやろな、前こんなに。ペンパイナップアップ。なんか穴開いたな。穴開いたな。あれ、さっき穴開かんかったよな。うん、開かんかった。なんでやろ。行きまーす。あれ？あれ？あれ、なんで？え、なんだ、なんだ。あ、黒い人形取りに行かなかったん。黒い、戻ってさ。え、黒い人形、うん、あったん、黒い人形。どこに置いた、あれに置いたんか。だいぶ前に戻ってさ。どこやったっけ。そこに置いたん。いや、ここやって。あ、こいつか。オーマイグンネス、全然わからん。俺たちには IQ ゼロや。やば。もう逃げるときは、あそこまで戻らなあかんってことや。うん、ちょっと待って。あ、まだやん。またマジで。やばすぎる。もう一回俺さ、ビビったんよ、ビビンバ。また俺ビビンバ。早ないやし。これほんまな、操作性がなかなか難しいわ。んで、ほらー、よしよしよし、ここでこの藁を、黒い人形か、使用する。0601。あっ、さっきのあれやな、うん、あれやな、あのロッカー、あの、これ覚えとくわみたいな。0601。0601。どうでしょうね。絶対鬼来るよ、絶対に。ここやな。そこやな、そこやな。はい、赤いボタン使います。ゲームで使用する。装着した。スイッチ押す？スイッチがある。押しますか？押すよ。あ、入り口の方から音がしました。行ってみましょう。え？外に出ることはできましたが、皆さんは見つかりませんでした。西側から音がしましたね。見に行ってみましょう。あれ、なんかまだ、あ、これは取られへんやつな。西側から音がしたいとな。うん。もう一個の神社がある。先ほどの音はこちら側の扉が開いた音のようですね。入ってみましょう。おお、え、こっち開いたやん、上。まだ祠や。あ、これ青や。あ、これ違う方の。あ、もしこれ青選んどったらこっちなんや、一番最初に来るの。あ、そうかもしれへんな。開いとる、これ。開けた、開いとる。お、やばい。誰かいたら返事をしてください。こちらでも返事はありませんね。やばい、また閉められた。閉じ込められた。
なんで何回セーブしとこうか。これ2回目やぞ。しっかりして、君ら操作してないやん。お父さんが操作しとる。いやだって怖いもん、怖いもん。したいっていい、怖い。これは操作性がない。ちょっとしたいっていい。なんかさ、真ん中のさ、あれ、うん、あの絶望室の青い地、うん、めっちゃなんか怪しくない？近い近い。あ、色あった。あそこで隠れる。あ、お、なんかある。水の底か。じゃあ無理か。ここはなんか隠れるとこな。うん、絶対出てくるから。湯気だらけやん、これ。わからへん。湯気。暖かそう。いかへん。温泉みたいな。うん、けど入ったら絶対やばいから。ボタンあるで。押しますか。押すしかないよ。あ、水が流れる音がした。あ、あれやろ、あの奥深く、あのやつ。あ、そうか。出たとこかな。あ、ほんまや。何？鍵の型。鍵の型？2300。2039払いたいんやけど、この時点でもあ、歩数書いてあった。うん、マジで。いや、今のは無理だ。はい、というわけで、じゃあ今回はこの辺までにしたいと思います。相変わらず怖いな。でも面白いやろ。じゃあ続きはまた次回やっていきたいと思いまーす。はい、はい、この動画少しでも良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。バイバイ。画面の下。